さんこんにちは。ちょっとワークマン行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンの商品を PR したり商品開発をするような活動をさせていただいております。で今日はですねワークマンの2022年秋冬に発売されている、アラエルフュージョンダウンのライトダウンシリーズをですね一挙ご紹介していきたいと思います。今出てる中だと長袖のジャケット とベストですね、あと長いパンツと短いパンツ、あとねスカートが出ておりますので、今日はこちらの魅力をたくさん伝えていきたいと思いますので最後まで楽しんで見ていってください。はい、それではですね早速紹介していきたいと思います。ワークマンではこのフュージョンダウンシリーズという、天然のダウンとフェザー、さらに、高機能のポリエステルとアクリルの綿をフュージョンさせたですね、フュージョンダウンというものが中綿で入っているシリーズになります。で、ワークマンで出ているこのフュージョンダウンシリーズは全部の生地がリペアテックという生地でできておりまして、針でね例えばその突き刺しをしてもこう指でなんかねゴショゴショゴショってやってあげると生地がちゃんと自己修復するっていうそんな機能も持った、ウェアになっております。でさらにフュージョンダウンのいいところとして、あったかいっていうのはもちろんなんですけれども、洗えるんですね。やっぱり天然のダウンとフェザーだけだとどうしても洗ったりお家で洗うのが難しかったりもするんですが、これはもうねネットに入れてもらえれば、洗濯機で洗えるっていう良さもあります。さらに内側にはですねブラックアルミと呼ばれるアルミが貼ってありますので、ステンレスの水筒のようにポカポカと体をね温かく保温してくれるというそんな機能がついております。でこのライトシリーズ系なんですが、すべてこのような、収納袋がついてきます。でこちらのですね収納袋に丸めると収まってしまうので非常にコンパクトになって、しかも軽いですので、ここに入れておいて旅行に行くとか、あとちょっと今日夜から夕方から寒くなりそうだから入れてこうみたいな持ち方で、持っていくにもすごくですね便利なシリーズになります。でまあ、非常にね薄いタイプになりますので、アウターはもちろんですが、インナーとしても使えるのもいいところです。それはちょっと紹介しながらやっていきたいと思います。じゃあまず一つ目がダダン、こちらもですねライトジャケット2500円になります。これね今ね2500円でこういうダウン系のアイテムが買えるのってワークマンが最安値なんじゃないかなと思います。これ試しにちょっとユニクロのサイトを見てみたんですけれども、ユニクロとはもちろん使っている生地とか中綿も違います。ユニクロは中綿が 90% ダウン 10% がフェザーというもう完全に、100% 天然素材を中綿に使っているせいでどうしても値段が上がってしまうっていうのもあるかと思うんですが、今期はですね、ジャケットはメンズレディスともにユニクロは5,990円という、なんかねあれいつの間にこんなにユニクロって高くなっちゃったんだろうっていうか、で本当に素材が違うので一概にワークマンと本当比較はできないんですが、それがワークマンだと2500円で似たような商品が購入できるといった感じです。やっぱり今何でも値上がりしてるので、まず値段が安いってことは非常に嬉しいポイントですよね。でこんな感じになっておりますね。割と細かくこういう風に縫い目が入っていて、生地はそこまで分厚いわけでもなく、いわゆるライト系の薄手のこのぐらいの生地になっています。ただしっかりやはり中綿は入ってフュージョンダウンが入っておりますので、着てみるとほんわかとあったかいというちゃんとね。でこちらブラックアルミ貼られております。背中側だけ貼られているので、これ結構寝袋とかワークマン出してる寝袋もそうなんですが、めちゃくちゃ綿が入ってないのにブラックアルミがあるだけでめっちゃあったかいっていうのは、これもねやっぱワークマンならではのいいポイントかなと思います。そして表面の生地はその針とかねちょっと傷つけちゃったりするとどうしてもダウンってそこから羽がね抜けてきちゃったりするんですが、それも安心なリペアテックという素材になっているということです。こちらね、メンズの L サイズ、ちょっとワークマンから今回全部貸し出してレンタルで借りたので返却する感じになるんですが、これちょっと一回着てみたいと思います。はい、着用してみました。で、こんな風にですねアウターで今の季節だったら結構アウターだけで着ても今ねすごいあったかいです。これだけでもあったかい感じなのでアウターで着てもらってもいいし、
もうちょっと寒くなってきたらこんな感じでミドルインナーとして真ん中に着る中間着ですよね。こういう風に着てもらえると、あと意外とこういう今回はビビッドな綺麗なカラーも揃ってるので、こう中からちょっとチラリと見せる感じで着てもいいんじゃないかなという形です。結構トレンチコートとかね、必ずあの定番アイテムなので皆さん結構持ってらっしゃる方とか、あと薄手のね、あのアウター持ってるけどちょっと冬までは着れないなんていう方も、中に1枚インナーのね、こういうダウンが、薄いダウンがあるだけでめちゃくちゃ暖かく着られますので、あの便利アイテムじゃないかなと思います。はい、あとこちらですね、実際こちらの袋に入れてみたいと思います。なんかね、これだけ結構ボリュームがあるものちゃんと入るかなっていう感じなんですが、はい、こんな感じですね、しっかり袋に収まる感じになりました。めちゃくちゃ軽いし、これだとサイズもコンパクトなので、本当にね、荷物の中に入れておいても邪魔にならない感じがすごくいいかなと思います。で、今季ですね、カラーもいろいろ柔らかい色からちょっとくすんだ感じのカラーまで出ております。ライトベージュ、ブラック、コーラルオレンジ、カーキグリーン、アーバンネイビー、マリンブルーなどね、この辺いろんなカラー出ております。で、今着てるのがこちらのマリンブルーというお色を私着ておりますので、結構中に明るい色を見せてチラ見せするもよし、まあ、暗い色で目立たせないようにするとか、いろいろなねカラーの選び方もあるかなと思います。こちら2500円、めちゃくちゃ安いです。はい、続いてご紹介するのがこちら、ライトベストでございます。これはですね、たまたま今借りれたのがメンズの LL なのでちょっと大きめのサイズですが、こちら価格は1900円です。で、これも今季のユニクロはやっぱ中綿がダウンとフェザーの天然素材なので一概には比べられないですが、ユニクロは3990円で今季出てるので半額で購入、ワークマンなら購入できるという感じですね。で、まあ、こちらも同じくリペアテックの突き裂きに強いタイプで、中は背中側にブラックアルミがついております。じゃあこちらも着てみましょう。はい、着てみるとこういう感じですね。 LL だとちょっとさすがに大きい感じではありますが、これもね、今の時期だったら例えばベストとして着てもらってもいいんですが、やはりこういう感じで1枚上着を重ねると、多分ね、結構ね、あの暑がりの方、ちょっと寒いは寒いけど暑がりの方は長袖のジャケットだと、例えば電車に乗った時とかショッピングモールとかお店に入った時にすごく暑く感じたりもするかもしれないので、意外とねベストってめちゃくちゃ使い勝手いいんですよね。で、あんまり袖がない分程よく胴体だけ温めてくれて、 でも汗をかくほどでもないしっていう感じで、使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。こちらは1900円でした。はい、続いて紹介するのがじゃじゃん、こちらのライトパンツになります。このね、これもねフュージョンダウンのもちろん同じ素材を利用したパンツになっているんですが、結構数年前から出てはいるんですが、ダウンパンツは結構コンパクトになるしあったかいっていうのもあって、結構キャンパーさんの間ですごく人気で、買いに行ったけどありませんでしたみたいな結構ね聞くアイテムだったんですが、今季は結構売ってるのを見かけるので、あの割とね皆さんに供給が広がったのか、あるいはまあ結構作ってる数を、もう去年一昨年よりも増産して作っているのかなという気もします。こちら裏返してみますとですね、ブラックアルミの部分、膝までですね、膝までこのお尻の部分、そして前の部分がブラックアルミになってますので、一番ね冷えてなんかお腹の周りとかね暖かくしたいので、これありがたいですね。本当に冬キャンプとか、ジャストサイズをもちろん買って着ていただくのもいいんですが、大きめのサイズだと、ズボンのね、今履いてるズボンの上から重ねて履くなんてこともできたりしますので、キャンプの時にね、焚き火の外で焚き火する時とか寒い時に履いてもいいし、まあ、寝る時のね、防寒用のパンツとして寝るのもいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと LL サイズ、メンズサイズ大きいですが、こちら履いてみたいと思います。じゃあせーの、ポン。はい、こちらメンズの LL サイズ履いてみましたが、やはりかなり大きいですね。で、これもちろん下に履いてます、ご安心ください。パンツの上にオンして履けるので、そう、今年はやっぱり結構電気代が値上げする話も出てるので、こういうのを着て暖かくお部屋の中で過ごすのもすごくね、電気代の節約になっていいんじゃないかなと思います。
で、ウエストは LL だとちょっと紐でも縛ってみたんですが、紐でも限界があって、ちょっとやっぱ緩いかなという感じ。もうちょっとね、小さいサイズでも重ねること前提でも、もうちょっと私は小さくてもいいかなという感じです。でも履いた瞬間からかなりあったかくって、この辺もなんですが、やっぱりこのブラックアルミの部分が断然ほかほかあったかい感じを受けていいですね。で、ただそんなにめちゃくちゃモコモコにダウンが入ってるわけではないので、見た目がそこまでモコモコにならないっていうのも、まあ、ちょっと太めのあれかな、なんかスウェットなのかなみたいな、なんかそういう感じぐらいなので、まあ、これでね、お家でも暖かく過ごせたりするのは非常にいいんじゃないでしょうか。こちら1900円です。はい、続いて紹介するのがじゃん、こちらのショートパンツ型になります。まあ、ショートパンツというかハーフパンツぐらいな感じですかね。膝ぐらいまでが OL 感じの、長さのパンツになっております。こちらもフュージョンダウンシリーズで、価格は安い1500円になってます。で、このぐらいの丈って一体どういう時に使うのかなと思ったんですけども、なんかね、ワークマンのカタログとかを見ていると、長い、スパッツとかを履いて、その上にこう重ねてる履いてるモデルさんの写真とかあったので、まあ、そういう使い方するとね、やっぱ腰回りあったかく着られるっていう感じなんですが、女性の方にぜひですね、試してもらいたい着方があります。ちょっとそのためにちょっと今準備してきます。はい、ちょっとお着替えしてきたんですが、まあ、これがね、この間ワークマンじゃなくて島村でも購入動画でご紹介した島村で買ったね、1900円ぐらいのワンピースになるんですが、やっぱりね、ちょっと冬だとこのままだと寒いなっていうことあるじゃないですか。でも可愛い、ちょっとせっかく秋に買ったスカート、ちょっと生地が薄いけどあったかく着たいなっていう時に、せーの、はい、安心してください、履いてますっていう、こんな感じにですね、今レギンスの上に今このね、イエローのハーフパンツを履いているんですが、ちょうど膝小僧が隠れるぐらいの丈で、そんなに分厚くなくてすっきりしてるので、こう被せてしまうと全くそんなに気がつかないっていう感じなんですよね。ちょっとふんわりしてる感じはありますが、非常にこれ1枚履くだけであったかく着られますので、これ日常の時はね、寒い日にワンピース着たい方であるとか、あとは、秋冬キャンプの時に中にあったかいもの履いて、でもロングスカートのね、スタイルも楽しみたいっていう方には、めちゃくちゃこれおすすめで、私も今これ履いてみて持ってない、これちょっと本当借りてるだけの製品なんですが、今度ね、お店で見かけたらね、買いたいアイテム入りましたので、今度お店で見かけたら買います。こちらは1500円でした。はい、そして最後に紹介するのがじゃじゃーん、こちらのフュージョンダウンのスカートになります。で、先ほど紹介したメンズ商品は全部メンズのコーナーでまとめて売られている、フュージョンダウンコーナーで売られているんですが、こちらに関してはレディースのコーナーにしかありませんのでお気をつけください。こちらですね、あらゆるフュージョンダウンスカート1500円になっております。これはね、夏の終わりぐらいに早めに入荷したのを見て、先にもう確保して私が購入、自腹で購入した商品になります。で、結構丈としては短いです。短めの丈で、ウエストが紐で調節できるようになっていて、後ろがですね、ファスナーがついていて、こちらで開け閉めして着用できるような形になっています。こうですね、こんな感じで開きます。で、こちらのブラックアルミはお尻側だけについている感じ、前にはついてませんね、こういう感じになってます。で、まあ、ちょっとさすがにちょっと丈は短いは短いので、私ぐらいのアラフォーの人が着るとちょっと短いかなという気はするんですが、まあ、タイツに重ねて、あと今年ロングブーツが流行ってるので、もしかしたらロングブーツに合わせて着るのは結構可愛いかもしれないですし、あと全然別に本当に防寒用としてさっとこう家で寒いな、なんかちょっと冷えてきたななんていう時に、こうファスナータイプなんで、よいしょって重ね着とかをするのも楽ちんなんですよね。こうやって締めてしまえばもう履けますので、これでね、腰回り温められる感じもあって、おうち時間とかいいし、あとなんか会社でね、仕事する時にちょっと膝掛けだと落としやすかった、気がついたら膝掛けって結構ずるっと下に落ちて、椅子のキャスターで巻き込んじゃったりとかってするんで、これだったらね、もうすぐ着用が脱ぎ履き楽なので、こんな感じでパッと取ったりだとか、今日寒いからもうパッとつけようみたいなのもオフィスでやっても恥ずかしくない
ないというか、チャッチャッとできるのがね、すごいいいところかなと思います。はい、でこれ、そのままレギンスの上に着用すると、長さは丈感、私163センチでこのぐらいです。膝小僧が結構がっつり出る感じなので短くはあるんですが、まあ、色はね、私今回黒を選んだというのと、まあ、レギンスも黒で割と落ち着いてるので、これに今年流行りのロングブーツを合わせるのも一つの方法かなと思います。まあ、ただロングブーツ合わせてミニスカで上にすごい女性らしいものを着てしまうと、ちょっとね、あれ、ちょっと年齢的に若すぎるかなっていう感じもしちゃうんで、上はあえてなんかグレーのパーカー、ダボっとしたパーカーであるとか、あと結構ね、あのメンズライクな、ちょっとメンズ感の強いダウンジャケットとかをモフッと着たりする感じにすれば、女性らしさがちょっとうまいことミックスされて抑えられて、あのカジュアルなスタイルでね、着ることもできるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はワークマンのフュージョンダウンのライトシリーズを全部ご紹介いたしました。これね、この値段で本当に2500円とか1900円で作れるのが、今もう何でも値上げの中なので、ちょっと私の言ってるね、カットの美容院であるとか、まつげパーマのお店とかも、もう全部今のきなみ1000円ぐらいもうドーンと値上がりを始めちゃってて、その中でももうユニクロとかもね、どんどん値段が上がってる中、ワークマンよくこれでやってるなと思うんですが、もしかしたら来年あたりとか、今年はね、もうあんまり、ね、値上げしませんみたいな宣言を、あの専務が、あの結構大々的に PR で言ってましたけど、来年以降は正直この値段でやっていくの難しいんじゃないかなって、勝手にですよ、勝手に私がそう思ってるので、あのまあこういうダウンジャケットとかのアイテムって、あの一冬買ってしまうと来年再来年と結構長く、そんなすぐね、あのくたびれるものでもないので、今年のうちに買っておいて、来年以降はなんとなく値上がりもしそうなので、安い今のうちに買っておくのがおすすめじゃないかなと思います。私のチャンネルでは他にもですね、ワークマンの店内レポなど購入品紹介などもやっておりますので、合わせてご覧ください。あと最近ですね、サブチャンネル始めまして、そちらはキャンプ専門チャンネルとなっております。ワークマンのキャンプギアなど、キャンプ場紹介などやってますので、そちらも合わせて登録していただけるととても嬉しいです。今回の動画が良かったよという方、いいねボタンを、こちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か、概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。